続きまして、3、4年生の教室です、早速ね書いていきますね。ついつい動画が長くなっちゃうんですよ。だからねもうちょっとスピードを上げたいんですけど、早送りとかでもいいのかなって思いますね。まあ見るときはもちろん早送りにしてもらって構わないんですけど、撮ってるときにそう編集してあれかな、ちょっと早送りにしてってするとこの喋りの声がねアニメ声みたいなのに変わっちゃうんですよ。アニメ、あのこなんていうんですか、あの加工したあの声ですよね、あれみたいになっちゃうのが少し気になるから今のところこのままやってるんですけど、はい、この青という字ですけど、このね上に3がありますよね。これ線の質に違いをしっかり出してください。先ほど 1,2 年生の方でもやっぱり漢数字の3って出てましたね。これの応用です。これが上の方に来ることによってより間を狭くしなくちゃ入らなくなりますから、ここの隙間がこういう風に狭くって、だけど横幅はこんなにあるっていうところ、ここポイントですね。扁平に書くというかギュッと潰したような字にしたいんです。ただ2画目縦ラインですけど、ここ頭はしっかり出したいですっていうところも考えると、あんまり下に行き過ぎるとこの月という字が入らなくなってしまいそうだし、かといってでも頭を出さないのも良くないことなので、ここはしっかり出したいんですっていうところで第1画目の位置を決めます。まあ私はこのくらいかなっていう感じで、まあ初め分かんないと思うので、こういうマスに入れるときはまあ大体この辺だろうっていうのを覚えちゃったらいいですよ。こう頭を出すものに関してはこのくらい下から入ればまあまあいけるかなっていうところを見といてくださいね。で次、ここもまたポイントです。頭しっかり出したら次結構ギューって長くしがちなんですけど、意外と短くていいっていうか、すごく短くていいんです。なぜかっていうと、最終のここの3本線のこの最後ね、これもギューっと上がっていく線なので、ちょっとでも長いとやっぱ出ちゃうんですよ。ここが突き抜けちゃうと次の月の方にあの影響が及んでしまうので、そこをねあの気をつけたいところです。で今ちょっとね書きながら思ったんですけど、これぐらいだと、あ太さがねこのぐらいだと、あもしかしてやばいな、やばいかもしれないと思ってこの辺潰れちゃうかなってちょっと思いました。そんな時は少しこう縦気味にして書くというか、結構太い、もともとが太い芯なので、そうそう、そのあたりで太さの調節も鉛筆でしてもらえれば、うん、ちょっと上行き過ぎた気もするけど、まあ下がね余裕がある分にはどうにでもなるので大丈夫です。でこういう風に持ってきます。でここの月の書き方っていうのは少し台形っぽいですよね。ほらこうになってるんですよ。これが逆にならないように、よくある失敗例としてはこれが内側に少しこう傾くことによって、なんとなく貧相なイメージ、貧弱、バランスも悪いしね、弱々しそうですよね。これはやっぱり下がね広がってた方が綺麗なんですよ。そのためには上のラインはこう台形にしたいってことですから、3、4年生台形って習ってんのかな。ここが下のこの幅よりも狭ければいいわけですよ。だからね、下広がるのと同時にここの横の線、この折れの角度、角ですね、ここ折れる前っていうのはすごく短くしておくこと、顔みたいになっちゃった、こうにしてこうに短くしといてキュッて持っていく、これできるとここはかっこよく決まります。でもう一つここに下のラインがあるんですけど、これがねここよりもこっちの方がやや長いぐらいがいいです。同じにするかちょっと長いか、いけないのは短くなること。こうしてちょっとここの説明が長くなっちゃうとあれな、こういう風になった場合ね、どうしてもこうたあの倒れそうに見えるんですよ。右の下っていうのは一番重みがあっていいところなので、字の中で全部がだいたい上げ調子ですよね。こうやって横の線っていうのは上がり調子なんですよ。でそれをこの子は引っ張ってくれるようにします。でここ
これもちょっと上がり調子でだからいいんですよ。この子がしっかりしてればね。はい、空です。空もギリギリ上から穴冠ですね。こう頭をしっかり出します。この縦のラインを描く時の起筆、これはしっかりね斜め45度入れます。でそこからこう左へ、力加減も始まりよりも徐々に太く強くしていくようにしたいですね。だから初めからドスンって強くここを打ち込んでしまったら違うっていうことです。そしたら強くしちゃったら弱くなるしかないので、こうするとバランスがおかしくなります。これは線というよりも点のような意識でいった方がいいです。だんだん強くしていって、横はスッと、ここが軽いところ、軽くて止まります、しっかり止まります。ここしっかり止まって肩を少しだけ落とすようにして、で横へ、これがねこうです、横です。ここに空間を持たせておいて、このラインに対してこのライン、間違いやすいのはこうに来てこうに来て同じようにこういう風に跳ねること。これだとこのラインに対してこのラインですね、こう平行になってますよね。ここは違います、ほら全然違います、角度が。ただここの跳ねもそんなに大きく跳ねちゃいけないところです。なぜかっていうと真ん中を意識したいところなんです。邪魔はしないでください。こうしてこう、この子たちの邪魔をしないように小さくだけど強く跳ねる、小さく強く、そうで角度も重要です。ここ結構重要ですね。はい、でギュッと上がる線質に対して縦が入りますけど、関数字の2です。ここはこうですね。はい、あもうここだけでこんなに時間を使ってしまったなんて。はい、ちょっとひらがなはね 1,2 年生の方でもやってますので、ちゃっちゃがいきます。ここ棒に対して少し開くようにしたいんです。ここはね、ここここ少し開けましょう。はい、また感じきました。ギュッと、これもギュッと上がって、先ほどのうかんむり、あ違う違う違う、穴かんむりと似てますね。こうね、ここも見てて分かったと思います。関数字をいつも探しましょうねって言ってるあれですね。ここ見えないところですけど2があります。1,2 ね、ここ一続きになっちゃってますけど、線の質で言ったらこういうキュッと上がる線に対してこういう線ありますね。ここにね、こういう風に探すんですよ。そうするとほら、おのずとあどっちにこう膨らめばいいとか、どっちこう反ったらいいとかいうのが分かってくるはずです。で昨日の講座でもそういう話をね軽くしたんですけど、30分っていうのはすごく短かったですね。この部分ちょっと難しいですけど、ここにも2がありますね。2ばっかりこれ。はい、次かが、はい、ここの強さ、この点をね甘く見ないでくださいね。いろんなところに点があって、点の打ち方も様々です。大きさもまたそれぞれ違いますのでね。で次という字です。少し2点目こっち側に出っ張ってください。で跳ねる方向を見てください。上に向かいます。これ横にあんまりこういうラインに行かないように、こっから上に向かって次ここにこうやって到着するような、そんなイメージです。だからここはしっかり頭をこう出します。一番上出てくるところですね。でここ少しこれも肩を落とすような感じで、ここに隙間を作りたいんですよ。そうで、ここに人という字が来ますね。こうですね。うん、次々と、次じゃないね。雲が、あ、いいんだ。次々とだ。こうひらがなと混ざってるとなんか読みにくかったりしますけどね。 3,4 年生ね、時々ねこの漢字書けるのになんでひらがななのってよく聞かれるんですが、
まあ、3、4年生っていう2つの学年またいでるっていうところと、まあ多分なんですけど、ひらがなも見たいんですよ。ひらがなっていうのはすごく難しいところで、漢字と要素が全然違うので、そこもね、見せてくださいねっていうところですね。木です。で、時々なんですけど、こういうところが、あ、つながっちゃったよ、先生間違っちゃったよっていう子結構いるんですけど、そこのつながりが出るっていうのは素晴らしいことで、そんなに失敗と思わないでください。むしろやれとは言いませんが、出ていいですよ。ちゃんとこうやって書いたんだなって、こういうつながりを持ってちゃんと書いてるんだなっていうところのアピールにはなりますよね。で、好感は持てるとこだと思いますので、で、真ん中の線に対して、この形っていう字難しいと思います。これも2がありますけれどね、辺に来てるっていうところで、これまた応用になります。ここがキュッと上がる線、これも本来ならこうしてこうにしたいとこなんですけど、辺と作りの関係、辺は右上がりで、まだ作り側が来るっていうところで、上がり上司のまま終わりたいっていうとこがありますので、ここ短くなって、ここに2つの線が同じ位置でピシッとここで終わってますよね。で、あともう一つ、左に対して右っていう、これの関係も左よりも右が上から入ります。そして下で終わります。右側の方が長いっていうことですよね。だからこれに対してこっちが上になります。で、こっち下になります。はい、で、3作りがありますね。これ1画目横、2画目真ん中ぐらい、3画目下に向かってっていうところの、この角度の違いだけど、まあここは一直線上に揃えていいです。ここと、だからここの隙間のこの大きさは一緒ですよね。だけど角度が違うということは、ここの開き具合がここと違うでしょ。ほら、ね、うん、おです。キュッとしてストンと下ろします。こうですね、お尻突き出すようにして、ここは強いところです。ここから跳ね上がってこうやってくるぐらい強いところです。ひらがなの強さっていうのは、俺とかそういうところで出しますね。あとは、だから頭がドスンっていうのはあんまりないです。というところで、かの入り方もスーッとしなるように、スーッと。3、4年生、しなりを少し入れられるといいですね。ここもほら、ぎゅーって、頭じゃないですね。ぎゅーっと来て、キュッとまた締めて、キュッ。キュッ、はい、ここもキュッ、うん、そう、一番初めのあれですね、初めの一行が、できてると好印象ですね。これはね、多分ね、の、はい、1、2年生でも言いました、こういうラインで曲がってきてください。直線に見えますかね。ちょっと丸くなってるように見えると思うんですよ。その見えた通りに書くっていうことですね。キュッとして、で、上がります。上がる時っていうのはあんまり力入りません。入れなくていいんですよ。ここスッと、で、こういう風に回ります。そう、のという字の元の字、少しお話をしておくと、こういう字、これ見たことあると思うんですよ。しのさんとかお名前でよくね、今使いますかね。ちょっとおしゃれな名前にありますね。その、じゃあどこがこれになるのっていうとこなんですけど、今少しわざとここ跳ね上げて書いてみました。これつながりがあるのはこの部分、こっから跳ね上がってつながって、これがまっすぐになって、こうにできたのがのですね。
そうだからのは仮名の書とかを見るといろんな書き方があります。ここに来てこういう風に書いてあるのもあれば、これもまた素敵ですよね。いろんな書き方あるんですけど、子どもたち今はこれをやりましょう、まずはこれをやって、それからいろんなのが書けるようになるといいかなと思います。でこれですね。で次かです。そうだからひらがなは何の字がこれになったのかなって、どこのつながりがこれなんだろうなっていうのを考えるとね、あの力入れなきゃいけないところはどこかとか、そういうのが分かるようになるんですよ。それが面白いですよね、そういうところ、まあ、そこから歴史なんかにも興味を持ってもらえるとうんいいんじゃないかな。やっぱ自分が興味を持ったことってなんか知るのも楽しいし、やらされてる感がないっていうのはいいですよね。やっぱ宿題やりなさいとかね、そういう話も本来は親の方もしたくないはずですから、そう自分からやってくれたらね、なんかやっぱ興味持たないとダメですね。そう、あ今喋りながらなんか通過しちゃったんですけど、これ見るという字、これもそうでしたね。1画目に対して2画目がこうちょっと上から入りたいんです。上からってどういうことかっていうと、これが1画目こうあったとしますね。そこからじゃあここに合わせてギュッてやって、こういう風にやったら、これってせっかく1画目ここから書いてるのに中をちょっと潰してますよね。あんまりこの長さを生かせてない。じゃあどうしたらいいのかなって言ったら、1画目ここからここで書いてるんだったら、2画目のこの横の線の書き方をここに当てて鉛筆をね、こういう風に持ってくるんですよ。そうするとほらもうこの分だけ広いでしょ。こういう風にして広がりを持たせます。そうするとこの同じマスの中でも大きく書くことができる。まあ、物理的にこう大きくって本当に大きくなってんのかっていうと分かんないですよ。下の方はこうまたちょっと小さくっていうか、こう詰まってきてこうね上に上がるから分かんないですけど、ただ大きく動いてるように見えるんですよ。大きく見せるって感じですね。見せられればもうこっちのもんですから、そう実際の大きさがどうとかっていうよりは大きく見えるように書きましょう。これレはここを長くしておきます。ここが短いと字全体は小さくなります。そうだから小さく書きたいときはここを気をつければいいんですよ。普段はここのマスの中に上手に収めようと思ったら、ここはまあここが一番長いんだなっていうところで思ってもらって、そこからキュッ上にギュッと上がります。キュッとここも直線ラインでいいですよ。でスーッと一旦抜いて構いません。あまり長くしすぎないこと。これは入れ替えてもいいので、こういう風に来てここに隙間が欲しいですっていうことで、この1画目長くねって言いました。ここ短いとほらこれもどんどん短くなっちゃうんですよね。そこレはそこ注意してください。はい、まあですね、1,2,3、ここ下でカチンって止まらないことですね。これも毎回言ってます。毛筆の時にもね口を酸っぱくして言ってます。あの硬筆もこれ一緒なのでね、そこ気をつけましょうね。 1,2,3 こっち短くしましょう。でここもこれぐらいしっかり開けてあげられるように、あまり上の方に行き過ぎないでください。はい、学年小3と4です。はい、頑張りましょう。